はいどうもスタドラーです。今回はたった数時間でダイヤ4からダイヤ2まで上がった盛りやすいサーバーとそこでのおすすめの立ち回りについて話していきます。今はキルポ上限もなくなって多くの試合数をプレイしなくても上のランクに上がれるようになってるので、ランク上げたいけど時間がないよって人とかぜひ試してみてください。ではまず本題の今おすすめできるサーバー、それはオレゴンです。なんでこのサーバーがいいかっていうと、理由は2つあって、1つはチーターがいないこと。これは過去のサーバー動画でも散々言ってるんですけど、オレゴンはプロ選手とかストリーマーとかが多いっていうのもあってチーターがバンされやすいです。なんでチートに悩まされることがほとんどないっていうのがまず一つで、二つ目が敵が東京ほど強くない。単純に敵の強さだけで選ぶんだったら台湾とか香港とかもかなりいいんですけど、今ってチーターが全くのゼロではなくてちょっといるくらいの感じなんですよ。なんでアジア圏のサーバーは若干やりにくく感じます。さらに東京は敵が強いんで、キルをたくさん取りながらチーターも回避するんだったらここのサーバーがいいんじゃないかなと思います。ここからは試合解説を交えながらここのサーバーについて話していきます。初動はマップルームですね。建物の上は結構混み合うんで、ここの下から武器を取って入っていく動きが強いです。初動でどこかと被っていて戦わなきゃいけないってなっても、ここまででかなりの物資を拾えるんで、そのまま行きたいところに行くことができます。今回みたいに被ってなければそのままマップを見ることもできるしね。ここのマップはスキャンするだけ得なんで、とりあえずスキャンします。ただ漁るのに夢中で全然マップ見てないですね。マップはこまめに見るようにしましょう。キャラ構成はホライゾンマットマギーシアですね。これがかなり強いと思います。ただマットマギーはピーマウでかつかなりキャラコンの技術が必要になるんで、編成の難易度が少し高いです。でアサリも終わったんで、このままエリアの方に歩いていこうかなと思ってたら、もう外に敵がいました。ここから最初のファイトですね。敵に上を取られて囲われるのが嫌だったんで、リフトを使って素早く屋上を取りに行きます。そしたら相手もだいぶ早めに進行してきていて、牽制はするんですけど、なかなかダメージが入りません。こうやって登ったり降りたりしながら、すぐ回復を負けるように、被弾を抑えると、ダウンしにくくなります。撃てるチャンスが何回ももらえれば、どこかのタイミングで必ず大ダメージを出すことができるんで、ここは焦らずチャンスを待ちましょう。試合ウルトにはしゃがみですね。ここでかなりダメージを出すことができたんで、味方と挟み込むように、自分は右から浮いて、車線が通らない時はアークを投げます。あのパスは味方がやってくれると信じて、視野を探したんですけど遅かったですね。削った瞬間にすぐ後ろを見るべきでした。ただ味方が強くてやりきってくれると。で、そのままゆっくり漁ってマップを見るんですけど、ここ。このマップを見た時に、ある程度どこが混んでるかっていうのがわかるんですよ。今回で言ったら左下の方が混み合いますね。逆に右側はほとんどパーティーがいないんで、自分たちはそのまままっすぐ上に上がっていきます。混んでるところを避けるっていうのが重要です。で、何事もなくクラッシュサイトに到着して、この家が次のエリアギリギリだったんで、家にいるパーティーにファイトを仕掛けます。位置が分かってるんで、奥の2人の車線を切りながら手前の人を削ります。で、グレが飛んできたんで、ここはあえて前に出ます。リロードをするときは相手が追いにくい位置を移動します。ささっと倒すことができたんですけど、もう漁夫が来てるのでこのパーティーとも戦います。うまいこと車線が通らなくて、正面から上がったら撃たれるなぁと思って後ろから上を取りに行きます。さっき上に敵が1人いたんで、その人を探しつつなんとかフリーで撃てる場面を探してます。そしたら味方が撃ち合ってる音が聞こえたんで、ここはフリーで撃って1人落とします。で、まだアーマーも半分以上残ってて、アビリティも使える状態だったんで、
パスを追って倒し切ります。で、ずっと上から撃ってきてるパーティーがいて、まだ上は次のエリアでも入ってるんで、なんとか倒してやりたいなぁと思って見てますね。最悪無理だったら下の家にそのまま入る予定だったんですけど、なんとここで味方が相手を1枚落としてくれたんで、ここは横から一緒に行きます。ホライゾンとかバルキリーみたいに自由自在に動けるキャラは、なるべく詰めるとき別の車線から行ってあげた方が楽になります。で、収縮が始まったんですけど、まだギリギリエリアに入ってるんで、周りのパーティーがどこにいるか把握します。今回は左右と左奥の方でしたね。で、今度は自分たちがエリアに入っていないんで、下の家のパーティーをどかそうと思ったんですけど、まさかのガスで、なかなかに時間がかかります。周りのパーティーが近いんで、勝ったとしてもダウンはできないですね。でも、このサーバーの東京と違うところが、もう東京サーバーだったらダウンはおろか、戦ってなくてもこういうガスの起爆とか銃声だけで周りのパーティー集まってきますからね。さっき漁夫がワンパしか来なかったように、このサーバーなら漁夫も怖すぎることはありません。で、これ一個壊したのをいいことに、左のガス忘れてましたね。ガスは食らうと相手に場所がバレるんで、あんまり突っ込まない方がいいです。ただ味方が前に出てたんで、せめてものウルトを投げます。中のパーティーをどかすことができたんで、あとはエリアを守れば勝ちです。ちょっと前まではオレゴンのプレマスってめちゃめちゃ強かったんですよ。っていうのも、ダイヤの人数が少なすぎて、ピンの高い状態でプレデター一桁とかプロが突っ込んでくるみたいなことがあったんですけど、今は割とダイヤの人も増えてきて、それこそダイヤだけのマッチとかもできるくらいに人がいるんで、ちょっと強気に戦いに行ってみるといいと思います。今シーズンのシステム的に、少ないキルポで何回も順位を狙うより、ちょっとしたリスクにはビビらず、一回で大きなプラスを得た方がランクを上げやすいと思うんで、東京でやってるけど漁夫とかチャーライが多すぎて全然ランクが上がんないよって人とか、ぜひ試してみてください。かなり快適にプレイできると思います。ちょっとした余談なんですけど、今ホライゾンのリフトがバグってて、視点がグワングワンする時があります。そこにピンの高さが加わると、ほんともう弾を撃てたもんじゃなくなるんで、ホライゾンを使う際は、なるべくリフトですぐ撃ち始めたりしなきゃいけない状況にならないように気をつけましょう。質問や感想等はぜひコメントでお待ちしてます。この動画が役に立ったと思う方はチャンネル登録、高評価お願いします。では、今日はこんな感じで終わっていきます。ご視聴ありがとうございました。